大友義直は、鎌倉時代初期の武将、御家人。近藤氏の出で、大友氏の初代当主。父は、近藤義成。母は、旗の教諭への参助、殿局。養父に、中原近義相模国愛子軍、古正合氏であった、近藤義成の子として生まれ、当初は、古正義直と名乗り、ついで父と同じく、近藤義直と名乗った。その後、 母の聖火の旗の郷家の領地の、相模国足柄上郡大友号を継承してからは、大友義直と名乗る。また、父、義成が創生したためか、中原近義の勇士となり中原義直とも名乗った。父、義成の弟が、武藤頼平とされ、来代らの勇士が小二種の祖となった、武藤助頼である。また、頼友旗揚げ以来のご家人であった、近藤国平は、 またいとことされるほか、弟、田村中京の子孫が、後の水谷氏につながるとされている。文治4年に17歳で厳服。この年の10月14日に、源頼朝の内内の推挙によって、左婚証言に認じられる。病のため相模の大友郷にあり、12月17日になって、大倉御所に、初めて出資し、頼朝の御前に召されて、任官の礼を述べている。 アズマ鏡はヨ直、ナオ、ヨの、無双の長、ヒトと記している。翌文治5年の欧州合戦に従軍。ヨリトの近所を務め、研究4年の蘇我兄弟のあだうでは、蘇我と木宗の襲撃を受けたヨリトが立ちを抜こうとした、ところをヨ直が押し止めて、身辺を守った。研究7年正月11日、部前、文語両国志護県鎮税部業となり、 現地へ下校して6月11日に、文語国早見未群浜脇浦より入国した。上限元年頃、築語国守護。認知への在国は一時的だったとみられ、京都鎌倉を頻繁に往来しており、建略3年の和田合戦では京六原に滞在していた。九州には守護台を廃していたとみられる。女王2年11月27日、所領、書式を祭祀に譲り、 京都で死去、去年53。母、とね曲はかつて、源の頼朝のかけであり、また、養父の中原近義が頼朝の側近だったことから、頼朝の調和受家、後の大友氏の交流のもととなる。母との関係から吉直を頼朝の楽院とする説があり、大友氏の系図では吉直を頼朝の書士としている。また、 ト根局が頼朝の妾であったとする話自体が、あず鏡などの当時の記録に記述はなく否定する、説もある。なお、公安年間に作成されたと見られるのつ本、大友刑図には、藤原秀里から古書を吉成、大友吉直が一本の系統で結ばれて遺説などの記載がないことから、鎌倉時代後期には吉直を頼朝の落院とする。 説そのものが存在しなかったとする指摘もある。なお、後世において、足利高氏が九州で再起を図った際に幼少だった第七代、大友氏安氏とその兄弟全員を高氏の勇士に迎え入れたとされており、足利高氏と大友氏体の犠牲的な親子関係を、源の頼朝と大友義直に遡らせて作られたのが、頼朝楽院説であるとする見方もある。 大友義直以降、大友氏は代々文語国王の僧を中心に九州で勢力を伸ばすことになり、文語守護に部任され同国で勢力をさらに確立させた。はじめは鎌倉幕府の有力御家人として相模国に住んでいたが、文英十一年の現行を機に文語国に戻り、先に移住していた義直の八を志賀農協が始めた志賀氏と共に、 九州での勢力を拡大した。室町時代には、文後、武前、筑後国に及ぶ有力な守護大名となる。さらに、19代、大友義長とその子、義明は、戦国大名となる。21代、大友義重の頃には、大友氏の勢力はさらに、非前、非後、畜前国にまで及び、大友氏は、最盛期を迎えた。ありがとうございます。